どうもこんにちは、デジタルライトの根岸です。昨日までですね、店舗の営業を休業させていただいておりましたけども、本日8月1日より店舗営業を再開しております。で、現在ちょっとまあその休業期間中にね、たまった仕事だったりもあって、そちらをね、まあ、優先して対応させていただいておりますので、動画に関しては来週、まあ、祝日前ですね、ちょっとそこら辺で1本出したいなと思っているので、今しばらくお時間をいただけると嬉しいです。で、今回ね、まあ、検査して陽性ということで、まあ、自宅療養をしましたけども、まあ、今ねちょっと増えてることもあって、気になってる方もいらっしゃると思うんですね。一応そのまあ療養期間までの流れだったりっていうのは、ノートの方にね、ちょっといろいろ流れを書いてますので、もしよければね、そちらをちょっとご覧いただきたいなと思います。まあ一番大変だったのは療養期間というよりも、その前の部分ですね、ちょっと発熱をした段階で、まあ、病院に行って検査をしてもらいたいっていうところでも、やっぱり今ねちょっとまあ感染者が増えてる、まあ、そういう発熱してる方が多いっていうことで、電話がね繋がらなかったりっていうこともあって、普段からまあそういった発熱外来とか対応してるとこをまあ調べておいて、まあ、ある程度そこでまあかかりつけになっておくっていう部分ですかね。そういったねところが自分で調べられないという方は、東京発熱センターっていうところ、まあ、そういったものに問い合わせすることができるので、まあ、その今住んでるところの近くで、まあ、どこが発熱外来対応してるかみたいなことを教えてくれるので、まあ、そういったものをね使うといいと思います。初日に結構熱バーッと上がって、まあ、ちょっとね若干のこう倦怠感みたいなのがあったんですけど、まあ、その2日目以降からね、まあ、熱がどんどん落ちていって、まあ、そのままずっと平熱に戻っていったっていう感じですね。2、3日とか、まあ、そんなところでちょっとこう息苦しさ、胸のちょっと息苦しさみたいなものだったり、あと喉の引っかかりみたいな、ちょっとそういったのを感じたぐらいですかね。で、同じタイミングで知人とかもちょっとかかってる方いらっしゃったんですけども、咳がずっと出て、もう血が混じった痰が出てきて、もう何も飲み込めないとか、まあ、そういった結構重い症状だったりっていうのもあって、結構ね症状もね人によってかなり違いがありました。喉のこう違和感っていうか痛みみたいのはみんなねやっぱ感じてましたので、そういった症状はちょっと出てくるのかなと思います。こんな感じでね、まあ、ちょっと今感染者が増えてきてるっていうところもあるので、まあ、デジタルライトでもね、まあ、ちょっと店舗の方、あのまあ消毒であったりっていう部分は今一度ねちょっと見直して、まあ、十分注意して対応していこうかなと思ってます。今ね結構下の店舗の方に、まあ、僕がねこういる時間みたいなのを増やして、なるべくこう店舗で対応できるようにしようっていうことで店をね開いた状態にしてるので、ぜひね、まあ、ちょっとこのここから夏休みとかあると思うんですけども、まあ、そういった期間で見つかったね、まあ、アナログメディアだったりを変換とかしたい場合はデジタルライトご利用いただけると嬉しいです。長期のお休みをいただいて、これからね営業ね再開してまいりますので、今後ともデジタルライトを引き続きよろしくお願いいたします。